おはようございます。日本で戦うために海を渡ってきた愛すべき助っ人たち。今回はベニー・アグバヤニを取り上げていきます。1971年、ハワイはオアフ島ホノルルでフィリピン移民の家系に生まれたベニーは、ハワイ・パシフィック大学を卒業すると、1993年の MLB ドラフト30巡目でニューヨークメッツから指名を受けました。1994年から始まったストライキの影響を受けながらも、AAA ノーフォークで地元のスターになると、1996年はハワイウインターリーグに参加。所属したヒロスターズで、後に北海道日本ハムファイターズで指揮を取るトレイ・ヒルマン監督のもと、阪神タイガースから派遣されてきた新庄と共に汗を流したのです。1998年、念願のメジャー昇格を果たしたベニーは、2桁本塁打を放つ活躍を見せると、東京ドームで行われた2000年3月30日、シカゴカブスとの開幕シリーズで延長11回、2アウト満塁から代打満塁本塁打をかっ飛ばしました。さらにその年、進出したナ・リーグディビジョンシリーズでも第3戦の延長13回、永遠に球団の記憶に刻み込まれ、ファンは一生忘れないと評されたサヨナラ本塁打も放ったのです。勝負強い打撃を見せるハワイアンヒーローは、スタジアムが揺れていて最高だったよと振り返り、ボビー・バレンタイン監督も、当初フロントは彼に期待していなかったけど、誰よりも速く走り、誰よりもパワーを持っていることをあのホームランが証明したねと回想しました。2001年、ビッグボスこと新庄剛志がメッツにやってくると、チームの注目選手として球団のテレビ CM で共演するほどでしたが、翌2002年にコロラドロッキーズ、シーズン途中でボストンレッドソックスと移籍を繰り返します。実はその頃、中日ドラゴンズは獲得したケビン・ミラーを紳士協定に違反したレッドソックスに横取りされたことから、代替選手としてベニーを差し出されましたが、入団には至りませんでした。しかし2003年オフ、9年ぶりに千葉ロッテマリーンズの監督復帰が決まったボビー・バレンタインは、彼は最高のチームメートで最も日本に来てほしい選手だったから海外に行かないかって誘ったんだと愛弟子に声をかけると、恩師の誘いに呼応した身長183センチ、体重100キロの巨漢は海を渡ってきたのです。ハワイがアメリカ合衆国50番目の州であることから、背番号50を希望した助っ人は、2004年西武ライオンズとの開幕戦に5番レフトで先発出場すると、初回の来日初打席で西武先発の松坂大輔からタイムリーヒットを放ちました。キャンプ中は韓国で前年56発の実績を引っ提げて来日したイ・スンヨプに注目が集まり、その陰に隠れる存在でしたが、好調な打撃を維持し続けるベニーは、5月に4番の座を奪取すると、そのままシーズン終了まで不動の4番に定着し、最終的に打率3割1分5厘、35本塁打、100打点でチーム3冠に輝いたのです。翌2005年も4月から2試合連続満塁本塁打を放つなど、派手な活躍を見せましたが、夏頃から足の故障に悩まされて戦線を離脱、指名打者での出場機会が増えていきました。それでもプレーオフや日本シリーズ、アジアシリーズでは本来の力を取り戻して勝利に貢献、 MVP を受賞するなど一定の成績をマークします。冬のオフシーズンにはハワイに戻り、 T シャツブランドを立ち上げていたスラッガーは、来日3年目の2006年、指名打者として17本塁打、打率2割8分1厘を記録すると、交流戦の首位打者となった2007年には長男が誕生。仲の良かった福浦和也から日本野球のアドバイスをもらったり、
野球に取り組むストイックな姿勢に感銘を受けていたことから、我が子に和也と命名しました。2008年は怪我の影響から不振にあえぎ、そのイライラからデッドボールに激怒して西武の細川捕手を投げ飛ばすなど、珍しく乱闘騒ぎを起こすようになると、翌2009年9月27日のオリックス戦でホームランを打った直後、ただいまの打席が現役最終打席となりました、と場内アナウンスが流されて突然の引退発表となったのです。バレンタイン監督退任とともにチームを去った大砲は、引退後、オアフ島でハワイアン航空の職員として働きながら、ニリラニ高校の教育助手としてソフトボールを教える日々を送り、妻ニーラと3人の子供と暮らしているよ。長女のアレイヤはカリフォルニア大学のソフトボールチームに所属していて、次女アイラナはブリガムヤング大学に進学したんだ。長男のカズヤもメジャーを夢見てるし、何かと遠征費がかかるからフライト特典のある仕事を選んだのさ。飛行機への荷物の積み下ろしも良いトレーニングになるからね、と語りました。愛嬌のあるコロコロとした丸っこい体型から繰り出すパワーに加えて、柔軟性のある打撃で安打を量産し、接戦や試合終盤になるほど力を発揮した勝負強い助っ人は、1点差以内の得点圏打率が4割を超えたほか、外の変化球につられない選球眼の良さから、リーグ最多四球を記録するほど高い出塁率を誇ったのです。また、西岡剛と並んでチーム最多盗塁を記録した足も兼ね備えていた上、守備も一定以上のレベルだと言われた三拍子揃った万能選手は、毎年オフになると敷地1000平方メートルの自宅でベースボールアカデミーを開催。ハワイには組織的な野球学校がないから、メジャーリーガーになったのは10人ぐらいしかいないんだ。だから子供たちにしっかりと野球の基礎を教えて、私のようにワールドシリーズと日本シリーズ両方に出られる選手を育てたいね、と夢を口にしました。柔和な眼差しで試合を見つめ、頭部付近に危険球が来ても人懐っこい笑顔で何事もなくやり過ごしていた温厚な助っ人は、試合の終盤、勝負の時が近づいてくると、ハワイ民謡アロハオエが原曲の応援歌に乗せて試練一戦、勝敗を決するスイングを見せた陽気なハワイアンパンチ、ベニーアグバヤニ。いかがでしたでしょうか。これからも海を渡り、日本に衝撃を与えてくれた最強の助っ人たちをご紹介していきますので、ぜひご登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。